School of Lock. Girls Locks. Girls Locks. 橋本愛の Girls Locks。アキュビューの提供でお送りします。スクールオブロック女子クラスガールズロックス5週目担当橋本愛です。女子クラスにやってくるのは7月以来2ヶ月ぶりですが、その間もガールズ掲示板でアマちゃんの話題で大盛り上がりだったそうで、そんなアマちゃん、4月から半年間放送されてきましたが、ついに先週の土曜日に最終回を迎えました。レナちゃんがまた会いましょうと言っていたらしく、そうですね、また会えたらいいなぁと私も思っています。でもね、で最近の悩み事でもあるんですけど、誘われないといけないっていう自分のそういう性質に気づいて、そうだから誘ってね。はい、半年間応援してくれた生徒の皆さん、本当にありがとうございました。そしてファイナルを迎えたのはアマちゃんだけではありません。今月21日の土曜日に行われたスクールオブロック秋朝一筆入魂宣言ザファイナル、遠山校長、吉田教頭、そしてベースボールベア先生とともに私もこのイベントに参加したんですが、久しぶりに舞台というかステージ上に立って緊張していたんですけど、生徒の皆さんも校長も教頭もベースボールベアさんもとても楽しく接していただいたので頑張れました。この秋野菜ではこの夏入魂した全力で何かに打ち込んだ生徒をステージの上に呼んで直接お話を聞くという時間もありましたが、皆さんの瞳がすごいキラキラしてて、なんか夢いっぱいっていう、なんか無限のものをステージ上から感じました。というわけでその時の模様をお聞きください。じゃあ私の方から、はい、その生徒を呼び込みさせてお願いします。誰が来んの。東京都、ラジオネーム、スイッチ2世17歳。スイッチ2世、どこにいる。あ、いた。よっしゃ、1回ステージ上がってこい。これはもういいね。はい、かなりの2世感が出てますね。あ、すごい、いいな。ちょっと待って、席順で言ったらスイッチ2世、お前愛ちゃんの横だな、席の。おっ、うわなんだこれ、なんだ、どうだ、間近で見た愛ちゃん、どう。かわいいです。じゃあ一回座る、したら座ろうかね。はい、あ、じゃあスイッチ2世が、してくれた、じゃあ入魂宣言をまず知らないとね、いけないわけですから。まずね、はい、うん、じゃあスイッチ2世が宣言してくれた入魂宣言はこれだ。高2の夏に浴衣で夏祭りデートをする。おいい、出た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 ね、出たよ。はいはい、スイッチ2世、この氷の夏に浴衣で夏祭りデートをするっていうのはちょっと詳しくね、話聞きたいんだけど、どういう宣言だったのこれ。ずっと小さい頃から、氷は楽しいと母さんが言ってたので、母さんはどういうね、理由で氷は楽しいって言ってたのか気になるところで、まあでもずっとそうやって教わってきてて、それでだからまあすごい楽しいんだろうなと思って、でまあ夏祭り一緒に行く彼女が欲しいなと思ってて、ね、ずっと彼女がいなかったので、今年は作ろうと思って、頑張りました。そのじゃあ、気になる子がずっといたの。高2のクラス替えで、その3日ぐらいして、あれ可愛いなと思って。おお、いいね、これ。同じクラスになったんだ、じゃあ。はい。でそこからはどうしたの。話しかけるきっかけが欲しかったんで、確かに。そうだよね。毎朝いつも30分以上早く行って、学校に、はい、教室の前で彼女が来るのを待って、おはようって言います。うわすごい、ね、用意周到じゃん。すごいね。すごい、
いいね、このおはようから始まっていくんだね、このストーリーが。いいですよ。でそこからは、そして挨拶して、そこからは、でもその次の日もまたおはようって言った時に、うんうん、その彼女が LINE 追加してくれてて、おお、いい、あれ、なんか追加したよって言ってくれて、うん、でまあその日家帰ってから LINE しました。わー、わー、わー、出た、もう今っぽいね。でそこから LINE とかでも話すようになって、はい、話すようになって、うん、でなんかその彼女が、うん、なんか誰々ちゃんって誰々と付き合ってるんだよって来たから、う、うん、その好きな人いるのって送ったら、うん、その好きだよって来て、うわー、マジで、嘘だろ、おい、マジでびっくりだよ。すごいな、すげーな。え、ってことは何、マジで今どういう状況なの。今は彼女です。すごい、これまず拍手でしょ、拍手、すごいな、これはすごい、なんだそれ、え、すげえ。実質最初のおはようからそれまでの期間は1週間以内、1週間、すごいわ、速攻だ、向こうも待ちの姿勢だったんじゃないですか、もしかしたら。そう、うん、ね、うん、かもしれないですね。ようやく来たっつって向こうもね、 えっていうことだったの、実は最初から両思いだったみたいなことだったの。なんかおはよう言ってる時からなんか気になってくれてたみたいな。あ、じゃあおはようきっかけなんだ。すげえ、すごいな、すげえわ、おはよう。いや、すごい。彼女は今日は何してんの。家、ここに来てます。マジで、マジで、マジで、お前今日何しに来たんだよ。すげえだ。いいでしょ。え、彼女はどこいんの。あ、ちょっと呼んじゃいました、ね、呼んでいい。うーわ、いいね、うーわ、やめろ、うーわ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 、あれれれ、ちょっと俺より一個聞いていいですか。あ、いやいや、あれに、もうあの手はもう繋いでる。繋ぎました。あ、繋いじゃった。おちょっと、うん、どうしようかな。通話したんですか。あ、急に、めっちゃぶっこんできたけど。マジ、マジ？いいなぁ。いや、いいっすよ。橋本さんのそういうとこ僕すごく好きですすごくいいと思う。まあ、でも二人が聞いてるから、じゃあ、言える範囲でね。うん。2世答えてもらっていい？そうだね、2世。どうなの？はい、キスしました。というわけで、生徒の皆さんの一筆入魂宣言から生まれた一曲、ベースボールベア先生の線香花火をお届けしていますが、私はこの曲を初めて生で聴かせていただいて、本当にあんな近距離で聴いたのは初めてだったので、あのすごい爆音が心臓に響いて、すごいずっと麻痺してたんですけど、かっこよかったですね。眩しかったです。あとそのライブを見ながら汗かいて楽しんでる生徒の皆さんがまたすごくキラキラしてて素敵でした。そして秋野菜の模様をお聞きいただきましたが、あの二世さんと彼女さん、これからもずっとお幸せに、はい、祈っています。それではまた明日、橋本愛でした。明日も秋野菜の模様をお届けします。校長、教頭、生徒の皆さん、木曜日までよろしくお願いします。